稲田大二郎は、日本のチューニングカーコメンテーター。自動車、バイクの専門誌の出版社、三栄元編集局長。愛称は、大。他にも、55ゴーゴー、不死身の男、暴走機関車とも呼ばれている。長崎県出身。学習院大学助席。三栄書房のモータースポーツ雑誌、オートスポーツの編集部を経て、日本初の自動車チューニング専門誌。 オプションを立ち上げた。また全日本プロドリフト選手権の創設者の一人としても知られるが、2010年12月9日、D1 グランプリ運営会社である D1 コーポレーション取締役会にて取締役を辞任すると表明。合わせて2011年度の D1 グランプリ審査員を辞退した。オプション創設当時からチューニングカーの普及に努めており、 東京オートサロンの前身であるエキサイティングカーショーの発起人でもある。近年ではキャンペーンガールとそれ目当ての観客ばかりが目立つ東京オートサロンを批判的に思い、チューンドカー中心のイベントを再びとしてエキサイティングカーショーダウンも開催していたが現在は休止。チューンドカーの地位向上を図るため走るからこそ環境を考えようのキャッチフレーズを持ち、 オプションラントとして NPO 活動もしている。若い頃は一人の走り屋として日のコンテッサやホンダ S600 を借り、主に第三景品や首都高速などで走り回っていた。その当時、ミラー部品一つの交換やタイヤをインチアップしただけで違法改造として警察に厳しく取り締まられた不条理さに疑問を抱き、その思いが後に、 オプション相関のきっかけとなったと発言している。オプション相関後、車のチューニング分野では、第一人者として位置づけられ、レーシングドライバー以外では、最高速チャレンジに最も慣れ親しんでいる人物の一人である。オプション詞における最高速企画では、わずかなミスやトラブルで死亡事故に直結する危険があるにもかかわらず、ほぼべての規格のドライバー役を引き受けていた。 しかし、兄弟子、オプション2編集長であった、マササイトウこと、サイト夫マサオが最高速記録テスト中の事故で、多解したことがきっかけで、しばらくの間、最高速トライアルは自粛していた時期がある。オプションや、ビデオオプションで発表された形としては、1991年に、アメリカのボンネビルスピードウェイにて、VG30 デッドを搭載された、純オートメカニックチューンの日産。 フェアレディ Z にて、車両製作者である小山進が E-BMS クラスにおいて260.809マイルを記録したとき、稲田も記録更新のチャレンジをしたが、同じ速度域でエンジンブローしている。しかし、1997年に、同じ純オートのスカイライン R33GT-R で、 FBGCC クラスの233.217マイルの世界記録を樹立している。その後は一般道での最高速にチャレンジし、速度制限のないドイツアウトバーンにて一般車が混じる中、ブリッツがチューニングした BNR34 型スカイライン GT-R、通称 R-348 を借り、時速 343.35km という、 速度も記録した他ニュージーランドやアメリカネバダ州のシルバーステイツクラシックなどへチャレンジし伝説の340キロでのタイヤバーストクラッシュ劇を演じている。レーシングドライバーでは土屋圭一との交流が深く星野和義、高橋国光とも人脈を持つ。特に土屋圭一にとって稲田はアマチュア時代からの師匠の一人とも言うべき相柄で、 土屋によると、青年時代に東京に来た際、寝る場所もなかったということから、雑誌オプションを編集していた稲田の事務所で寝泊まりさせてもらったというエピソードがあるとのこと。また自身が出演したザ・峠が暴走行為を助長するとして、白金処分になった際、日本自動車連盟からライセンスを剥奪処分されると検討されたときに、 真っ先に弁護してくれたのは稲田であったという。チューニング関係では、RE、天宮やトップシークレット永田に加え、ヤシオファクトリー、岡村や風間オートサービスと仲が良いことで知られ、ヤシオファクトリーには自身の車の修理やチューニングを任せることも多かった。ちなみに、かつての D1 ストリートリーガル参戦車両である、ストリーム z g e t ジュニア は、千葉のトップシークレットが製作、海外でのシルバーステーツ最高速チャレンジ車両ストリーム Z は、純オートメカニックが務めた。年齢による体力、判断力の低下のため、2006年9月のシルバーステーツを最後に行動最高速企画を休止していたが、その後チューニング活性化のため、トヨタ FT86& スバル BRZ の最高速を復活させ、 この軽量小型クラスでも320キロに届こうという記録を更新中である。ドリフトシーンでは2011年から土屋とともに新たに立ち上げたドリフトを日本発信の競技にするためのドリフトマッスルで自ら審査員を務めたが、現在ではドリフトが FIA 公認のモータースポーツとなり初期の目的を果たしたため稲田は身を引き、 本来のチューニングカーの発展育成の活動に専念している。オプションやビデオオプション内にて不死身の男と書かれることが多い。いかり由。上記のエピソードからもわかるように、要するに丈夫な体、いかなる状況でも適切な行動を行える、判断力、ある種の悪運を持っている。これ以外にもビデオオプション内の企画で体を張ることが多かった。 ビデオオプションボリューム145の DVD、ボーナストラックにて、自分の口から除籍と言っている。D1 グランプリオフィシャルサイトニュース2011年12月22日付同時に、D1 グランプリ創始者の一人である、土屋圭一も辞任した。オプション別冊、最高速とともに、内のインタビューにて発言。 https://www.youtube.com/.watch, v イコール7 7ル p g s zlfc-https://www.youtube.com/.watch, v イコール i n w フ f 7 7 a m 4ありがとうございます。